Hello, everybody. This is Dr. Michi. 皆さん、お元気ですか、はい、今日は、あの、摩擦音について勉強しましょう。ねえー、1番、ねえー、wish。この発音記号、S のアルファベットを長く伸ばしたような印、これはもうすでに習いましたね。えー、以前、えー、まだ見ていない人はそのビデオを見といてください。例えば、あ sheep とか ship そういう単語で、えー、習いましたね望、えー、むという意味ですここでは、えー、2番、えー、これはメジュアルメジュアルこの記号これも摩擦音ですこの数字の3のような記号これも摩擦音で、えー、こちらが無声音ですね、えー、人差し指を喉に当てて 触れないと無声音声がないということでしたねこちらは有声音ですだからシこれに対してジーですねえこの時のコツは誰かに対して静かにしてほしいという時にシというような口をするんでしたねえ今回も全く同じくじですがそのコツを今日はちょっとよく見てみましょうこの、えー 音を出すときですね、どちらの音も口の形は一緒で、えー、まず三つのことに注意してください。一つは、下先はあ、口の中の一番高いところ、天井の方に、えー、あります。ただ、口にはついていません。下先は、口の高い天井の方に、えー、近いところに、えー、位置しています。そして、 下の両側は上の歯の奥歯についています。そしてもう一つ注意してほしいのはああ、口の形ですね。唇はあ丸く口を突き出して、こんな口をするんですよね。その三つを頭に入れて、この音を出すようにしてください。ね。で、えー 一つの方法としては、K の音を出す直前の口の形が、ああ下の両側が上の歯の奥についているという感じになります。それも、まあ、参考にできる人は参考にしてください。はい、実際の音を出しますね。えこちらの方は、ジー こんな音こんな口になりますそれではネイティブの英語を聞いてみましょうよいはいいですか number one wish wish number two measure measure はい。どうでしたか聞き取りましたでしょうか、えー、もう一つあの最後に付け加えたいことがあります。このメジ r e という言葉とメイジーという言葉は全然違いますから、このジーって音とジーっていう音は全然違います。このジーについてはまた違いうちにビデオを出しますので、それで勉強してくださいね。じゃネイティブの英語をよく聞いて、いつも言うように手鏡で 自分の口の口形を確認ししながら練習してください。はい、では、今日はここまでにしましょう。That's all for today.We'll see you next time.Goodbye, everybody. さよなら。